韓国中部のスポーツクラブで火事があり、18人が死亡、33人が怪我をしました。死傷者はさらに増える恐れもあります。午後4時ごろ、韓国中部のチェチョン市にあるスポーツクラブから1階から火が出ていると通報がありました。消防が駆けつけると、火は8階建ての建物内で燃え広がっていて、これまでに18人が死亡、33人が怪我をしたとみられます。韓国メディアによりますと、2階にある女性用入浴施設に死傷者が集中していて、1階に駐車していた車が火元の可能性もあるということです。死傷者はさらに増える恐れもあり、警察と消防は出火の原因など当時の状況を詳しく調べています。